ストへ上がりましたが、飛距離はどうだ。入ったー、ホームラン。この回先頭の今宮にホームランが飛び出しました。今シーズンの第5号のホームラン。7月20日ファイターズ戦以来のホームランになりました。滞空時間の長いホームランでした。ストレートを捉えた、ランナー2人がホームに帰ってきました。2点追加、今宮2点タイムリーヒット、はい、センターへ打ち返して昨年も下がっていく、頭で捉えた。マンカラー3点キャンパスでホームタイムリー1対1、同点タイムリーツーベース。今宮今は俊足です。ライトへ打ち上げて、ライト下がって、お手が下がって下がって、フェイスいっぱい、どうだ、入ったか、ホームランか。今宮が日本高ライトへの打球、これはヒットになりました。ライトまで掴むことができませんでした。浅間記録はバットの先、これは抜けていきます。センター前ヒット、ワンアウトから今宮田氏、今度は転がしています。村田は一塁送球、ワンアウトランナー。今度は三塁線、これはサード投げられません。一塁送球は間に合いません、一塁線です。セカンド、間に合いませんか。初球打ち、センター前目に守っていた西川、追いつかない。今宮2点タイムリーツーベースヒット、ホークス勝ち越しに成功。それかなと思いましたね。そうですか。さあ初球打ちで、これは楽々スタンドだ。今日一番起用の今宮が一振りでホークスに先制点をもたらしました。もうあれですよ、